常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただければと思います。いや、出ました、すごいニュースが出ました。みんな大好き CNN の報道なんですけど、これね BBC も報じてるんですが、まずは CNN の記事からご紹介いたします。ヘッドラインがもうすごいですよ。こんなヘッドラインです。中国政府の工作員がイギリス議会で活動、 MI5 が議員に警告ということで、どうそうなのと、やっぱりやってたのということです。 MI5 といえばね、まあ、イギリスの情報機関ですけれども、こちらがですね、チャイナの工作員が、もう一回言いますよ、中国政府の工作員が議会で活動しているという警告をですね発したということで、これもツイッターのトレンドになってますけどね、ものすごいニュースです。でちょっと読みますとね、イギリス情報機関の情報局、保安部 MI5 は、中国工作員がイギリス議会プロセスの転覆を狙う活動を展開していると警告したと。これはですね、イギリスの保守党のですね、まあ、与党のね、保守党のイアン・ダンカン・スミス元党首に、が、まあ、暴露したそうなんですが、工作員の活動については、MI5 が臨時ホイル下院議員に警告したと。議員らに対し、この工作員が議会で活動していて、ある議員に働きかけを行っているとの説明があった。これは重大な懸念事項だとダンカン・スミス氏は強調した、うんぬんという記事なんですが、これね、BBC がですね、英文の記事でね、もうかなり詳しく報じてまして、ディテールが分かってますね。これもね、ぜひね、ちょっとご紹介したいなと、いうふうに思います。ちなみにね、その BBC のニュースは、共同通信がね、日本語に翻訳して伝えてるんですが、肝心なディテールが抜けてるんですよね。でね、ヘッドラインはね、まあ、基本的に同じです。翻訳すると、国会での中国工作員に対する MI5 の警告っていうね、もうそのものズバリのヘッドラインなんですけれども、クリスチャン・リーというですね、チャイナ共産党の、まあおそらく、工作員と、思われる、人間がいて、なんか法律事務所をやっているらしいんですよね。で、この、クリスチャン・リーというのがですね、中心になってですね、まあいろんな議員に献金をしていたと。いうことです。BBC のね、記事を翻訳したものを読むとですね、MI5 は中国の諜報員がイギリスの政治に干渉するために議会に潜入してきているとする異例の警告を発した。情報機関からの警告は、クリスチャン・リーが中国共産党のために現職及び、国会議員の、まあ、死亡しているね、人々ね、まあ、議員の卵に、とのつながりを確立したと述べたと。で、彼女は、政治家に寄付をし、その資金は中国と香港の外国人から得ていた。これ MI5 による、長期にわたる、重要で長期にわたる調査の結果であると。いうことで、まあ、これをですね、BBC が、報じております。で、実際にですね、この資金提供を受けていたのはね、労働党のバリー・ガーディナー氏という人です。ジェレミー・コービンのね、まあ、影の内閣の一員だった人らしいんですけれども、5年間で42万ポンド受け取っていました。結構な金額ですよね。42万ポンドって言うと5000万以上かな。うん、軽く受け取ってた感じになると思うんですけれども、すごいですね。はい。同氏はですね、まあ、ただこのガーディナー氏はね、情報機関にはその献金があったという事実は知らせているんで、私は大丈夫ですとか、まあ、一応コメントしているそうです。それから、自由民主党のですね、エド・デイビー卿、この人もですね、エネルギー長官時代に5000ポンドの寄付を受けたと。まあ、ただですね、この、デイビー卿もですね、お金は地元の教会が受け取ったもので、懸念すべき事項だと指摘されたのは今回初めてだと、知らなかったみたいな、まあ、ことを言っているらしい。そんな影響はなかったんだと言ってるらしいですね。それからですね、パテル内務大臣がですね、この件に関してコメントをしております。まあ、中国共産党のために、故意に、まあ、政治的干渉活動に従事した人物が、国会議員を標的にしたことは、深く憂慮すべきことであるということで、まあ、イギリスのですね、まあ、その閣僚からもですね、まあ、懸念、批判ですね、こういったものが出ていると、いうことです。で、ね、ただね、ここでね、すごいこの BBC の記事、ポイントなんですけど、日本でもね、この手の話が出ると、日本はスパイ防止法がないからさ、こういうの取り締まれなくてって言うんですけど、BBC もね、こんな風に報じてますよ。安全保障当局が懸念しているのは、この干渉にね、対抗できるような法律が整備されていないと。このチャイナの政治的干渉に取り組めるような、ね、法律がですね、整備されていないとのことですと。ね、そのため、今回のように公表することが、継続的なリスクを排除する最善の方法であると、考えたこともあると。だから発表されたんだと言ってます。なんとイギリスでもですね、まあ、スパイ防止法あるんですけれども、こういったね、影響力工作に対する、まあ、対抗するね、取り締まるための法律っていうのは、イギリスにもないそうなんですよ。なので、まあ、公表することによって、もうお前ら何やってるか分かってるぞということで、この抑止力にすると。まあ、その、情報工作に対して、情報工作で、やり返すと。いう戦法しか今取れないということなんですね。まあ、おそらくイギリスのスパイ防止も、まあ、私ちょっと詳しくは知らないですけれども、情報を盗むようなスパイね。
ね、僕はまあよくあの産業警察をやれとか言ってますけれども、ああいうものは多分整備されているんでしょう。ただスパイ活動というのはですね、情報を盗むだけじゃないんですよ。こういうね、影響力工作とか、サボタージュといってね、そういうまあ工作員がですね、まあそういう政府の機関とかに入り込んで、サボるわけです。サボタージュ、もう、サボるっていう意味の語源がサボタージュですから。サボって、いろんなやるべき仕事を前に進めない。ね。例えばその、軍を強化するためにね、まあ例えばその、基地を新しくか、まあ作るとかいうときに、基地の買収の話がなかなか進まないみたいな、まあそういった形でですね、サボタージュで妨害したりとか、いろんなやり方があるんですよ。で、今回の中でも、その情報をね、まあ、情報を、まあ、使ったですね、まあ、影響力工作、まあ、情報というかお金ですね。お金を使った影響力工作みたいなもので、で、実際ね、これ受け取った人も、いや、私は何も影響を受けてませんとか言って言いますし、なかなかこれ取り締まるのは大変なんですよね。献金もらうこと自体がアウトみたいな、政治資金規正法みたいな方法でやるしかないかもしれないですけど、まあ、なかなかですね、イギリスでも実は法律がなくて、取り締まりが難しいと、いうことをですね、言っています。それからね、この記事の中にね、密かな連携というね、込み出しがついてね、こんなことが書いてあるんですよ。MI5 は、まあ、今回のこのね、クリスチャンリーの活動は、中国共産党の統一戦線工作部と秘密裏に連携し、中国と香港にいる外国人から資金提供を受けて行われたと述べているということで、まあその、企業経営者みたいなのが献金している体なんですけれども、実は、チャイナ共産党のですね、まあその奥の院みたいなところが、この工作をコントロールしていたのではないかと、いうことです。で、イギリスの政治情勢が中国共産党に有利になるように、影響力のある人物と関係を深めることを目指し、人権問題を含め、中国共産党に懸念を示す人物に挑戦しようとしていたというふうに考えられています。で、さらに言うとですね、この情報機関はですね、リー氏は、まあ、今は解散しているイギリスのなんか、議連みたいなんですよ。はい。前頭議会グループという、まあ、やつなんですけど、議連のですね、チャイニーズ・イン・ブリテンっていうね、まあ、そういう、まあ、議連があって、で、ここなんかを、まあ、取り込もうとしてやっていたんじゃないかと。まあ、そんな感じなのではないかと。最終的にはですね、その、チャイナ共産党のアジェンダを推進するために、そういう、こう、ちょっと議連をね、まあ、なんか、議会グループをその、設立しようとしていた可能性があると、いうふうに見てます。で、この、ガーディナーさんっていうね、最初名前出した人は、2014年末からですね、この、まあ、リー氏の法律事務所の、クリスティン&カンパニーというところから、まあ、研究を受けていたそうで、結構長いことですね、まあ、10年とは言いませんけども、かれこれ足掛け7年ぐらい、この工作が続けられていたと、いうことで、まあ、イギリスの当局はね、これを把握してずっと観察してたんですけど、まあ、対抗するための法律がないということで、まあ、今回、苦渋の決断でね、公開に踏み切ったんですが、他にもあるんじゃねえかと。ね、いうふうに思いますよね。で、イギリスでやっていたことをね、例えばフランスとかドイツとかね、そして日本でやってなかったとは言えないですよね、なかなかね。だからこれね、日本の当局もですね、ぜひ秘密をね、まあ、持ってる秘密があるなら、こう抑止力のね、効果も狙ってですね、まあちょっと明らかにできる部分はね、明らかにしていくことが大事かなと。で、これ国際的にこういう、まあ、オーストラリアでもこれね、暴露されましたよね。クライブ・ハミルトン先生のね、静かなる侵略、サイレント・インベージョンってやつで暴露されましたけど、イギリスでもやってた。で、日本でもやってた、アメリカでもやってたみたいなことになると、これ、国際的にこういう陰謀やってたんですかと。ね。で、日本のね、いろんな市民運動とかにもこういうの入り込んでるんじゃないかみたいな、こういう疑惑がですね、ますます大きくなっていく。そんな気がしますね。まあ疑惑を持たれたらね、持たれた方が、これね、説明しなきゃいけないと、日本の新聞は言ってたわけですから。ぜひですね、これね、疑惑持たれてる日本のね、いろんな活動家の皆さん、身の潔白を証明していただければな、というふうに思いました。まあいずれにしてもですね、チャイナ共産党統一戦線部は、ガチです。皆さん、お気をつけください。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー!